州浅間の高原を走る草軽電鉄は人呼んでお猿電車。愛らしいニックネームを欲しいままに長年ハイカーたちに親しまれてきました。イギリスに生まれ電気機関車の草分けとして日本に嫁いできたのが大正13年。今はバス路線の構成の前にこの秋姿を消すことになりました。そそり立つオールドスタイル。こちらは日本一幅の狭い花巻電鉄。膝と膝が触れ合う車内は数々のロマンスを生んできました。老兵ながらラッシュアワーには一役買って最後のご奉公を務めています。こちらは千葉県九十九里を走るこの地方切手の乗り物です。機関部はなんと38年型の自動車エンジン。ハンドルさばきも鮮やかに颯爽たる伊達姿です。一方ここは宮城県の上中新井。始発列車の窓拭きから駅長さんの日課が始まります。やがて朝もやの中を一番列車が到着。早速荷物の運搬、赤帽の仕事も兼任というわけです。一息入れる暇もなく今度は自らハサミを入れ、やがて発車の合図を送ると駅長さんは間髪を入れず駆け出していきます。どこへ行くんでしょう。慌ただしく遮断機を下ろして踏切板から駅長まで一人五役、こうして30年間をこの鉄道で暮らしてきたのでした。またここも同じ宮城県蝉根駅を起点に月立までの鉄道路線へ新型バスがお目見え、とちっこの人気を集めています。鉄道が敷かれて87年、煙に変わって埃を残す今日この頃の風情。10月14日鉄道記念日に送るローカル線の話題でした。